大立周辺の戦いは、母親戦争の一つ、秋田戦争で、久保田藩の史上である、大立城周辺において繰り広げられた、奥越列藩同盟の森岡藩軍と、新政府軍との戦闘の総称。本校では、岩瀬海戦以降の戦局について記述する。大立城の堀から発掘された、アームストロング砲弾慶応4年9月2日の岩瀬海戦で、 久保田藩は一気に大館の手前にある二刀山まで回復した。この日、広崎藩は久保田藩側に援軍の申し入れを行ったが、大内部隊を率いる田村犬田左衛門は、今は必要ないと皮肉を込めて使者に答えている。広崎藩の日寄り身を批判したものであるが、広崎藩は援軍派遣を決定した。9月3日、両軍とも陣形の立て直しと、 小ゼリ合い程度の戦いが行われた。4日には大館郊外での広い地域での全面的攻防戦となった。森岡藩はこの日、軍議により総攻撃を行うことに決していた。午前中は森岡軍が優勢だったが、午後からは次第に久保田軍の方が優勢になっていった。5日も森岡軍の抵抗は激しく、勝坂、新名社、土飛散。 長期化は包みと連なる森岡軍の陣地は強靭であった。しかしこの戦闘は撤退を決めていた森岡軍が追撃を封じるための偽装であった。森岡軍は弾薬も手薄となり、桂原口にも久保田軍が進攻して退路が新沢口しかなくなっていた。板戸村を九州突破した部隊は4日に大木田村を目指した。 千田村には400名ほどの森岡兵がいたが、全くの焼け野原になっており備えを立て直すことができなかった。久保田軍が新田村を突破したとの方が入ると、大義、田村の森岡軍は十二所に交代した。久保田軍が到着した時には、大義田村は静まり返っていた。久保田軍は、森岡軍の本陣があった徳坂江寺を本陣として、警戒に努めた。 5日にはこの地区では、小競り合いだけがあった。5日、広崎藩の援軍が到着した。しかし、わざわざ感動を通り町総村に駐留する森岡軍との戦闘を避けて到着したため、帰って総大将の田村らから疑惑の目を向けられることになる。5日夜、総大将の田村は6日の午前6時に、大盾を総攻撃する命令を出した。しかし、 森岡軍総大将の奈良山佐渡は退路を断たれるのを恐れ、夜半から天神を開始し、攻撃予定時刻には大岳から全面撤退していた。この撤退は見事なもので、一歩間違えれば森岡軍は全滅の恐れがあった。森岡軍は陣地に多数の武器を置き去りにすることとなったが、久保田軍の誰にも気づかれることがなく全面撤退を成功させた。6日。 大立城代の佐竹義順は、落城以来十四日目に、大立を回復した。早速軍議が開かれ、以後の戦いでは、総隊長の田村が直接指揮を取ることになった。十二所本堂への攻撃は六日夜から始まった。夜明けまで手配を行い、七日午前十一時に、大滝村の森岡人砲撃隊との交戦が行われた。森岡軍も待ち構えており、久保田軍は、 苦戦が続いた。新任の官軍であった橋口次郎は何度も前線振り、一時退却を進言し、佐賀軍の石膏も同一意見を愚心した。しかし、川向かいの桂原街道にいた部隊が横撃することによって森岡兵を追い落とすことに成功した。勢いに乗った久保田軍は続いて十二勝回復した。海戦の日から二十七日目であった。 全軍休まず攻撃続行をしたが、森岡軍の主力は三明ら山に陣を置き、佐賀藩の砲撃隊も一時危機に陥った。そのため、夜になると十二所に引き上げた。八日は明治と改元された日である。総隊長の田村は十二所から大館に戻り、正午から軍儀を催した。広崎藩の応援隊を含めて軍儀を行い、各隊の配置を決定した。 広崎隊は雪、沢口を担当することになった。雪沢口では8日夜から森岡軍が大場隊に陣地を構築し、9日日没までに完成した。大立方の前線基地である鬼ヶ城の2隊が大場隊を伺ったが、その隙を狙われ逆に鬼ヶ城が襲われてしまう。そうしているうちに雪、沢口の各要所は森岡軍に奪われてしまった。 しばらくの間、小競り合いが続くが、11日に、広崎隊を含めて、三方から攻撃を行うことにした。日夜で勝利を得、大場隊を攻撃すると、森岡軍は、大場隊の陣営に火をかけて退却した。さらに水沢村も退却して、雪沢口では、藩、堺まで森岡兵を追い合った。総隊長の田村はすかさず、水沢村に本陣を置き、 部隊を配備した。結果、戦線は長大に伸びた。その後、雪沢口での戦闘は、野戦のほかは、小銭相程度の大きな変化のない退治が続いた。森岡兵も、連日小戦闘を挑んできた。これは、雪沢口から十二所口に兵を移動させない、計略であったと考えられる。十五日午前七時、森岡軍の反抗が十二所口で始まった。 主力は、本堂の沢尻村方面から、右翼は別所から、左翼は桂原からの攻撃である。まず、桂原口からの攻撃で戦闘が開始された。サルカン村に陣営していた部隊は、一時退却して、援護を待った。奈良山佐渡は、本体で陣頭指揮を行っていたため、総大将は、目前、主君の時と触れ合って、攻撃をかけたが、 奈良山佐渡の本陣は固く、久保田軍は押される状況であった。この事態に、小木藩の部隊は特攻隊を組織し、犬塚県のを隊長とする犬塚特戦隊を組織した。特戦隊は一か八か十二所方小室貞八郎日記によると、アスカとはこれなりやとある。森岡軍の前面へ冬に現れるなり、歓声を上げて、まっしぐらに踊り込んで突出して行った。 無謀とも見えるが、これが気候を奏し、森岡軍は一角を崩され、そのまま逃げ足がついてしまった。ただ、久保田軍陣営にも死傷者が出ており、それ以上の進展はなかった。桂原口でも援軍が到着、森岡軍を追いやった後、日没近くに大雨が降り、この日の戦闘は終了した。15日夜には、半境に近い薬師森、黒岩山を、 久保田軍が占領した。薬師森は、ケ内を俯瞰する要衝である。ケ内の街中は、大混乱に陥り、民衆が、周辺の山中に避難する騒ぎとなった。19日に、峰続きの合算を守備していた森岡軍の三浦隊が、野襲を行い、この要衝の地を奪還した。この時、久保田兵4名が討ち取られていて、現在でも、兵士の墓が、薬師森山頂にある。 19日に、半堺の村である、沢口村の村人、宗助が、明朝奈良山佐渡本陣から、討ち入りの計画があるという中心を行った。12所本陣では早速軍議を開き、先制奇襲を行うことを決定した。午後8時に参加者から野襲を行い、佐渡の陣に切り込んだ。佐渡はすでに逃げてしまった後であった。佐渡がいた部屋には、 銀の時計と銀付きの銅金具が残されていたという。この攻撃に抗うした桂原口の攻撃では、安すとすと桂原口を突破し、先に進んだところで三方からの銃撃を受け桂原村に引き下がった。ここで森岡軍が絶対有利な場面であったが、森岡軍は夜が明けないうちに撤退していった。20日の夜、森岡軍の幸福単眼のことが、 噂として、兵の間に伝わった。ただ、小戦闘は継続しているので、久保田軍では、敵の陰謀だと今しめ合っていた。しかし、新沢口では3人の町人に、停戦申し入れ書を持たせて、久保田陣営に送り届けている。また、12書でも発砲され繰り返すこと3度にして、ようやく停戦申し入れ書を、久保田側に手渡した。21日。 久保田藩の須田生三郎と佐竹山和連盟の返書が森岡軍に届いた。その申し入れに従って、久保田藩領に侵入していた森岡藩諸隊はすべて撤退した。25日、森岡藩の降伏談判が藩境の町、沢尻村で行われた。森岡藩の重心である三子、与えただしと目時き高行き心他を伴って、 降伏条件を談判し、森岡藩は降伏した。広崎藩は最後に、雪沢口で活躍するものの、この戦闘への参加態度は、新政府に日和みとも受け取られかねない状況であった。これが、野辺地戦争や数野の濁り川焼打ち事件、さらには、函館戦争での広崎藩の全面協力へと、つながっていく。ありがとうございます。